はい、ということで白筋カミキリの死骸が落ちていたクヌギリのエリアに移動してまいりました。ということで今からこちらの方でカブトムシ、カブトムシ、あとカミキリムシ探していこうと思います。時間帯はねもう11時過ぎてるんで遅いんですけど、まあ人が来なければクワガタいると思うんで探していこうと思います。この場所でですね、多分一番樹液が出てる木が今あそこにあるんですけど、わかります？めちゃくちゃ蛾が飛んでるの、すごいな、すごいな、蛾がめっちゃついてるよ。クワガタは一匹もおらんのやない？下手したら。あれなんだ、あれなんだ、あ、カブトがいる。あそこカブメスじゃない？これカブメスで、この下のこいつなんだ、キシタバ？どっか行った、あ、どっか行っちゃったなぁ。カブメスですね。周りに蛾が飛びすぎてすごいことになってるんですけども、この子もこのままリリースします。ごめんなさいね。あー、ノコギリいる、ここ。しかもほらこの子いるわ。この子もまあ V 字なノコなんでリリース、まあこのままもう置いときましょう。平田がついてますね、平田がここ、ほい、あ、そんなでかくなかった。今ついてるの見た感じ結構でかいかなと思ったんですけど、5センチぐらいですね。ちっちゃい、逃がしましょう。あ、ドゥルクス族はね、取ったやつをね木につけるのがむずいんですよね。クヌギの材にゴマフカメキリですかね、ついてます。長ゴマフか普通のゴマフかどっちだろう。見てください、上の方の樹液場でムカデが樹液を吸ってます。あれ多分樹液舐めながらついでに飛んできたガとかを捕食してるんだと思います。一石二鳥ですね、あいつからしたら。なんかガがついてますね、これ。キシタバ系何かかな、マジガがね、わからんすぎるんだけど、ガがついてます。なんかカミキリムシいる、すんげえ細長いやつがいるわ。ニヤマカミキリじゃないよねこれ、なんだ、何カミキリだこれ。見てー、クヌギの倒木になんかでけえのがいるよ。あー、これノコギリカミキリですね。ノコギリカミキリ噛まれたらね、指のね肉持ってかれますからね、このカミキリムシは。ノコギリカミキリはとりあえずはいいかな。かっこいいカミキリムシなんですけどね、まあ、とりあえずこいつはもうリリースというかもう捕まえなくていいかな。よーし、ついでにね材木置き場の方にやってまいりました。なんか昆虫いないか見ていきましょう。なんか今カミキリいたな、いって、いてて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 、よし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 、きた。うん、カミキリムシが、なんだろう、わかんないな。うわ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 、でか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 、見て見てね、巨大巨大カミキリ、巨大カミキリ、めっちゃでかいぞこれ。あの白筋カミキリも負けず劣らずクソでかい。見て見て見て、これミヤマカミキリでしょ。うわ、ミヤマカミキリっていうね、日本でもね最大級になる白筋カミキリと並ぶかなりの最大種ですね。ほら、うわ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 、でかい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 。捕まえよう。えい、あ、泣いてる泣いてる泣いてる、あれ泣かない。てかお腹さ、お腹待って、噛まれる、いって、ほらパンパン、なんか産卵しに来たのかな。でかー、マジで巨大ミヤマカミキリ、クワカミキリじゃなさそうだもんね。うわ、巨大ミヤマカミキリゲット、やったー。近くにね倒木が置いてあったんで見てみたらですね、めちゃくちゃ昆虫ついてます。これはゾウムシですね、ゾウムシで、これ弓足ゴミムシダムシで、これキマワリ、これはなんだろう、これゴミムシかな、これ多分虹色ゴミムシダマシかな、なんだっけ、そんな感じの名前のゴミムシがいますよね、だと思われます。うわ、なんかめっちゃ、ほら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 、めっちゃついてるよこいつ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 、これがほら構造色でめちゃくちゃメタリックだ、ほらわかります、構造色ですごいメタリックな色をしてます。はい、ということでここがタブの木があるとこですね。これタブですね。うわ、薄葉、うわわわわ、もう薄葉かげろ飛んでるわ。これタブの木なんですけど、上の方見たらね多分樹液がほらあそこ、あ、樹液ってと、あ、吸ってますね、あそこムクゲコノハですね、吸ってますね。もしかしたら上の方クワガタついてるかもしれないですね。この木はどうでしょうか、ついてるかな、カメラでは映らなそうだな。
あ、でもカナブンかな、あそこなんか吸ってるの。あ、カナブンだね、カナブンが吸ってるわ。さあ木蹴ってみましょうか。あ、落ちた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 。あ、これ、でかい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 。え、キョノコキョノコ、やばいやばい。え、こいつ60絶対超えてる。え、下手したら65超えてるんじゃない。バリでかい。水牛水牛。え、しかもめっちゃ赤いし、やば。え、俺の地元さ、ノコギリとかさ全然いないからさ、こんなでかいノコギリとかのめっちゃ久しぶりかもしらん。やばい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 。他はもうついてないかな。落ちたくね今。あ、ほらほらほら、落ちてる落ちてる。これ V ノコじゃね。あ、 V ノコやね、 V ノコ。ほら、あ、また落ちてる落ちてる。ほら、落ちた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 。今度はメス、あ、ノコメスだね、ノコメスが落ちてる。タブノキやば、やばくね。ほらこれ水牛よ、やばくね。バリでかいやろ、えぐ。このボディやばすぎ、バリでかいし。このね、大顎が湾曲してるのを水牛と呼びます。本当にさっきも言ったように、僕の住んでる地域はノコギリが少ないのでめちゃめちゃ嬉しいですね。水牛と V ノコの並べたらめっちゃ分かりやすいですね。これ左が V ノコで右が水牛です。この大顎 V 字になってるの分かりますか。 V 字に、これが V ノコで右のやつがこれ水牛ですね。いやマジでやば。ノコギリもね、大きいのとちっちゃいのでこんだけね差が出ますからね。僕はね、ちっちゃい頃に初めて捕まえたクワガタが平田クワガタだったんで、平田クワガタが一番好きなんですけど、ノコギリクワガタもね、やっぱこの湾曲してる大顎見るとかっこよさがすごくわかりますよね。 V ノコはね、ちっちゃくてね、可愛いが勝つんですけど、やっぱ水牛前になってくると、ここまで大顎湾曲してるとね、やっぱかっこいいですよね、ノコギリクワガタ。セブンイレブンに来たんですけど、これ糞虫でしょ、多分糞虫ですね。これレッドローチじゃないよね、これめっちゃレッチにそっくり。うわー、これめっちゃセイアカゴケグモみたい。おうおう、ちょうど今飛んできました。ビロードコガネですね。こいつ街灯では本当によく見かけるよね。ライトに寄ってくる虫代表みたいな子ある。うわ、待って待って待って、オオスズメバチさんいる。何してんのやろ。スズメバチさんが木の上に寝てるので、ちょっかいかけてみようと思います。えい、あ、雲の差ってる子、うっとしいな。下の方に下ろしたいんですよね。上に行っちゃう。上じゃなくて下においで。よし、捕まえました。扇風機をゲットしました。はい、ということで今日は、梅雨の合間にある晴れの日を使って昆虫採集したら、なんと見てください、これ巨大ノコギリクワガタ取れました。まあ確かにね、今ノコギリクワガタはね、なんか今年はやっぱ発生が早かったみたいで、今一番ノコギリクワガタが多くいる時期みたいです。まあ僕はね、僕の地域はノコギリクワガタがまず根本的にちょっと少ない地域なので、ここ前のね大きいサイズを取れたのは久しぶりですごく嬉しかったです。これ水牛ですからね、水牛、ほら。まあもうちょっとね大きくなると、この大志型な、もっと大志型になって大顎も太くなって、このね大顎の一本一本の牙みたいな、これもですね結構大きくなるんですけど、この子もね十分大きくて大満足でございます。僕はですね、こんな感じで昆虫採集、昆虫飼育、あと昆虫の標本を作る生放送やっております。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。皆さんもね、ノコギリクワガタ捕まえましょう。それじゃ、バイバーイ。